賞味期、批判、批判に激怒、日本人受け狙いの声に対する衝撃の反論、なぜそんなにこの国を嫌っていなな、批判、日本人受け狙い批判に反論、この国を嫌いならなぜ住む、エジプト出身のタレント、批判さん、48が27日に X、旧 Twitter を更新し、自身の発言に対する批判に反論しました。彼女は日本人受けを狙っているとの指摘について意見を述べました。フィリさんは中国や韓国との外交問題についても頻繁に自分の意見を発信していますが、一部の人々から日本人受けを狙っていると批判されています。これに対し、フィリさんはなぜこの国を嫌いなな、住んでいるのか理解できませんと疑問を呈しました。さらに、嫌いなら、努力してここから出た方が気が楽になるでしょう。私は日本が好きで、ここにいますとコメントしました。また、26日には日本の印象を下げ、犯罪を助長するインフルエンサーがいるとの投稿に対して注意喚起を行い、インフルエンサーは影響力を持ちますが、迷惑なインフルエンサーが速やかに対処されるべきだと訴えました。コメント。この投稿には、的を置いた意見が含まれていると思います。すべてではないかもしれませんが、大まかに一般の人々の声を反映していると感じます。外国人でありながら、日本語でここまでしっかりと意見を述べられる方は珍しいので、今後も積極的に発言を続けていただければと思います。苦手や価値観の違いは問題ありませんが、日本不当家を狙っているという批判は単なる個人の感想に過ぎません。そのような意見がどのような根拠に基づいているのか、説明をお願いしたいと思います。外国の出身でありながら、日本について深く理解し、多くのことを発信しているその姿勢には感心します。日本人であっても、日本のことを否定的に捉える人が一定数存在するのは事実です。そうした方々には、広島や長崎の原爆資料館、鹿児島の知覧特攻平和会館などを訪れて、より多くの知識を得てほしいと思います。この方の意見が受け入れられているのは、非常に断りにかなっているからです。日本人にとって耳の痛い指摘もありますし、的外れな批判やビジネス目的で批判する人々にも正しい意見を述べているからだと思います。面白いのは、日本人自身が気づかない日本の側面について、異なる視点から語ることです。その新たな視点が非常に興味深いと感じます。日本に住んでいながら日本を嫌っている人がいるのは、どうしてなのか不思議に思います。外国人であればなおさらです。キヒさんのように影響力のある方が、このような発信をしてくださることには感謝しています。キヒさんは、日本人にとっては辛辣な意見を述べることもありますが、日本人に迎合しているとは感じません。少なくとも、フィビさんが日本という国を愛していることは明らかであり、その点に問題はないと思います。フィビさんの意見には全体的に納得しています。日本には、自国を過剰に貶める人が一定数存在するのも事実です。現在の政治状況については批判することもありますが、基本的には自国を愛する気持ちが薄れているのではないかと感じることもあります。政治家と国を同一視することで、そういった感情が生まれるのかもしれません。これはなかなか不思議な現象です。フィフィ先生の今日の一言を聞くと、毎日をまた頑張ろうと思えるので、本当に嬉しく感じています。フィフィ先生、いつも感謝しています。日本とのご縁に心から感謝しています。フィフィさんの発言は、多くのジャーナリストよりも的確で、一般の人々にも理解しやすく、学びが多いです。これだけ広く発信していれば、反対意見が出るのは避けられませんが、気にする必要はありません。応援している人も多くいますので、これからも活動を続けて頑張ってください。日本では批判をする人が賢く見えるという雰囲気があるため、批判の対象が大きなものや上位のものとなる傾向があります。これにより、左派の人々は保守派をネトウヨなどと揶揄し、その批判に満足している場合が多いです。また、それに影響を受ける人々も少なくありません。この風潮は1970年代の学生運動に由来すると考えられます。当時は大した主張もなく、小難しい言葉を並べてアジ演説をし、それに騙される女子学生を口説くという風潮がありました。このような無頼のロマンをかっこいいとする風潮が今も残っているのです。そのため、左派系の人々は批判を繰り返し、自分の意見に酔いしれているように見えます。まるで学生運動の闘士のようです。大人としては、相手の主張を認めた上で、より良い意見や行動を引き出す姿勢が求められると思います。戦後レジウムからの脱却について、安倍元首相が言及していましたが、GHQ の占領下で愛国心を削ぐ教育が行われ、私たちの意識にはバイアスがかかっていると感じます。小学生の頃に日本は小さな島国で他国に侵略する。
戦争を仕掛けたといったことが日教祖から教え込まれました。この教育を受けた人たちだけで議論しても意味がなく、外部の視点がなければ、そのバイアスに気づくことは難しいです。フィリさんやケント・ギルバートさんなどは、日本の歴史や文化、政治について深い知識を持ち、日本人に対して有益なアドバイスをしていると考えます。日本をガラパゴスや遅れていると批判したい人々にとって、外部からのポジティブな評価は、自分たちの意見に対する反論と受け取られるのでしょう。そのため、説得力が全く異なります。国内で日本を貶めるだけの人たちに過ぎないからです。もし彼らが外に出て視野を広げれば、見方が変わるかもしれません。現在の日本では、愛国心や国を守ることについて話すと、聞かれたり軍事マニアと見られることがあります。しかし、混沌とした現代において、最も重要な価値観の一つが愛国心であると考えます。平和な状況に安住していると、いつウイグル民族のような滅亡の危機が訪れるかわかりません。国民一人一人の覚悟と意識が、国を守るために必要だと思います。この方の場合、日本への愛情というよりも、特定の国や人物を批判することで保守的で反リベラルな立場の人々から支持されているようです。本人もそのことを自覚しているため、似たような発言を繰り返しているのでしょう。以前はこのような姿勢ではなかったと思いますが、今ではこの立場で仕事を得ているため、それがその方の方法や生き方なのだと理解しています。私がそれに対してどうこうすることはできません。また、野党、特に立憲民主党については批判をする一方で、自民党の議員の問題や不祥事には触れないことが、その方の立ち位置であると思います。日本が様々な屈辱や被害に直面している際に黙って何も行動しない人が、外国人の正当な意見にはすぐに反発し、誹謗中傷をするのはどうかと思います。そんな自分に対して、日本人として恥ずかしくないのでしょうか。記事のコメントには以前から注目しており、非常に価値あることを言っていると感じています。これからも彼女の活躍に期待しています。日本では、戦争の影響からか、国家や戦前の価値観を批判したり疑問視するのが正当化される風潮があります。最近では、戦前だけでなく昭和時代も批判の対象となっているのは、戦前世代が減少してターゲットが後に移ったからでしょう。批判の対象は国家だけでなく、政治家や時には公務員、大企業、年配男性などにも広げることがあります。もちろん、他国でも自国を批判する人はいますが、多くの場合、それは圧政や民族差別、貧困などの深刻な問題に起因しています。日本が問題のない国だとは思いませんが、日本は比較的恵まれており、暮らしやすい国であると感じます。外国人の中にも日本を称賛する人が多いです。日本を批判する人の一部は、恵まれた環境にいながら反発する感覚を持つ10代のような感覚なのかもしれません。この意見はまさに正論だと思います。もし日本が気に入らないのなら、離れる選択をすればいいのではないでしょうか。日本の良さに気づくのは、それがなくなってからかもしれません。また、日本を愛しているからこそ批判するという人もいますが、SNS での批判よりも、実際に選挙に出て民意を問うのが良いと思います。少なくとも、安全な立場からの批判よりも、この方の意見には共感できる部分があります。